ピマーイ歴史公園。ピマーイ歴史公園は、タイの歴史公園の一つ。ナコーンラーチャシーマー県、ピマーイグンタムボンナイ内務案にあり、クメール遺跡を保存している。北緯15度13、統計102度30に位置する。ピマーイ遺跡は、アンコールへとつながるクメール古道の重要な、終着点の一つ。アンコール遺跡北西ロメートルに位置し、同じく、 ナコーンラーチャシーマー郊外にあるパノムルーン遺跡と、タイカンボジア国境にあるプラウィハーン遺跡と並び、タイ国内では屈指のクメール遺跡である。アンコール王朝の首都アンコールワットの副都的な役割を担っていたと得られている。ピマー遺跡本堂南側回廊扉枠の石碑文によるとこの地域はもともとビマヤプラ、ビマヤの町と呼ばれていたが、現在はピマーイと呼ばれている。 多くの建築物は11世紀から12世紀の間、スーリアバルマン1世、在2011年から1050年によって建てられたと見られている。その後、ジャヤアバルマン7世、在1181年から1218年が、ピマーイ寺院を大乗仏教寺院に改修した。また、この遺跡がアンコールワットと同じ規模であることを考えると、当時、ピマーイに、 クメール人による大きな勢力があったと考えられる。ジャヤーバルマン七世のナセイの治世の後、クメール王朝の影響が弱まり、スコータ王朝が勃興すると、ピマーイの重要性は低下し、衰退した。スコータ王朝に残る記録からは、ピマーイの存在を乱すことができない。1901年に、フランス人の冒険家、地理学者、エティエンヌ・エンボニエによって発見された。 あとの1936年9月27日には、大政府がこの遺跡を保存することを決定。1964年から1969年の修復作業には、フランスの専門家チームも参加。1989年4月12日には、プーミポン国王の娘、シリントンライシンノ王を迎えて、開会式が行われ、一般に公開されることになった。 ピマー遺跡の特徴は、周辺遺跡では大抵東を向いて作られることが多いが、この遺跡は南を向いて作られている。これはおそらく、クメール王朝の都であった、ヤショダラプラ、アンコールの二正面を向けて作られたものとみられる。南の公園入り口から入ると、左手の外周壁の外側に長方形の建物がある。これが、プラッププラである。通称、金庫、 クラン軍とも呼ばれている。この建物の役割は、王や貴族が祭礼を行う際に用いる機械の間であった。1968年の発掘の際には、ここから、神仏像、装飾品、硬貨など多くの遺物が発見され、そのため、金庫と呼ばれるようになった。南の入り口から入り、東門に向かって行くと、東門の南側に、砂岩で作られた十字型の橋がある。 これが、ナーガの橋である。幅4メートル、長さ31.7メートル、森土の上に作られ、橋の欄干は7頭のナーガで飾られている。この橋は、宗教的な聖域に入る一番初めの地点である。ために、人間界と天界をつなぐ橋とも考えられている。東門は、外周壁、ガムペンゲーウの各紙片の中央部分にある。 北側と南側の周壁の門は中央にあるが、西側と東側の門は少し北寄りに設置されている。東門の平面は十字型をしている。さらに、周壁内部は神々の住まう展開と考えられている。参道は左岸でできており、南側の東門から中央市道を取り囲む内周壁ラビアンコットの間に設置されている。参道は、 地面から1メートルほど盛り土をして作られ、3つの道が交差し、他の字を成している。修復中に屋根飾りと陶製の瓦片が多く出土したことから、以前は木製の柱で支えられた瓦の屋根があったとみられる。内周壁は砂岩が高く積まれ、中央市道を取り囲んでいる。壁はラビアンことと呼ばれ、特徴は外周壁、ガムペンゲームに類似している。 南側の扉門枠には1108年から1112年までの国名留保碑文が残っており、神仏像製造、都市建設、当時の貴族の名、そしてクメール王朝の王ダーラニンドラバルマン一世、在位1107年から111年の名が刻まれている。中央指導はピマー遺跡において最も大きく重要な建築物であり、11世紀から12世紀頃に、 混流されたと考えられている。白色砂岩が使われ、当面が正面になる。他の多くのクメール遺跡とは否、南面が正面になるように作られている。中央指導は礼拝室と靴舎利室の2室で構成されている。指導の真具彩し屋根飾りには様々な飾り文様が彫り込まれており、ラーマやな仏教説話などをモチーフにしている。 また南面にはナタラージャ、芝神が掘られている。普通ャリ室はカンカル派と呼ばれ、最も大切な礼拝所である。正方形の部屋の北東には、清水を外に排出するための排水施設、ソーマスートラが残っている。プラーントは、クメール式の塔のことであり、分けすると赤い塔。中央指導の南西に十三世紀頃に建立された。四方にバルコニーを持つ。 北向きに入り口と扉枠があり、掲げられている砂岩のマグサイシには、古代女子島ハーバーラタの英雄、カルナのイノシシガリが描かれている。他の扉枠は朽ちてしまっており、クメール文様の紋支中しか残っていない。バラモンホコラ、ホープラームは、砂岩とラテライトで構成されており、プラーンヒンデーンと同じ木段の上に建てられている。 1950年に砂岩でできたシバリンガ7基がこの場所から出土している。そのためこの建物でバラモン教の儀礼が行われた可能性が考えられるが、建物の形状と位置から共像、バンナライト市使用された可能性もある。プラーンプロマタットは中央指導の南東に位置するラテライト石製の塔である。基段は正方形をしており、 四方にバルコニーを持つ。塔の中から二つの重要な彫像が発見されており、一つは、左岸星の大きな座像であり、ジャイアーバルマン七世の似姿であると考えられている。地元の人々は、仏だ本生丹ジャータカに登場する王の中から、ブラフマダッタ王、プロマタットと呼び習わしている。もう一体の像は膝をついた女性の像である。現在は、頭部と腕が失われているが、 ジャヤーバルマン七世の日、ジャヤーラージャデビー王妃と考えられている。地元の人々は、ピマーイ民話をもとに、オーラピムビメと呼んでいる。現在、この2体の彫像は、ピマーイ国立博物館に展示されている。中央市道の西側街、内周壁、ラビアンコとと外周壁、ガムペンゲーウの間には、大きさの同じ2棟の砂岩製の建築物があり、 バンナーライと呼ばれている。木段は四角く、高く積み上げられている。建物の中は長細い部屋になっており、正方形の柱穴跡がある。おそらくは、瓦で覆われた木製の屋根があったものと考えられている。さらにこの施設は、経典を保管するために使われた、教像として利用されたとも考えられている。ピマーイ石の出土品は、ピマーイの町外れにある。 ピマーイ国立博物館に多く展示されている。2階建ての博物館でクメール遺跡のレリーフや彫刻などの出土品が数多く展示されている。屋外展示もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。